皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。衆議院の3補欠選挙で全敗した自民党と、同じく2敗した日本維新の会が、次期解散総選挙に向けて接近しているのではないかとの情報が入りましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。勇敢不士、政権交代が現実味、自民と立民が維新の取り合いに、菅、 野田良元首相がキーマンに平井文雄フジテレビ特別解説委員平井文雄氏の記事です衆院参補選4月28日投開票の結果は大方の予想通りだった自民党の参選全敗は織り込み済みだったが立憲民主党の参選全勝にはやはりむむっと思った政権交代というワードが15年ぶりくらいに現実味を帯びたのだ実感はまだまだないですが 久しぶりに自民党にお給を据えないといけないという風が吹いてきましたね。選挙翌日の新聞各紙を読むと、おおむね自民党はダメだ。だが立憲民主党の政権奪還は難しい。2009年当時のような熱気もないし、野党がバラバラなので、という論調であった。理屈を言えばそうなんだが、政治というのは理屈ではない。気分なのだ。気分ですよね。 民主党政権がそうであったように立憲がが政政権権を取るとまとままもな政権運営ができません。しかしそんなことは関係なく裏金側というワイドショーなどの煽りで自民党より立憲の方がマシなのではないかと考える人も出てくるでしょうまさに気分です有権者は残念ながらそれほど深刻に政治のことを考えておらず「今の気分は政権交代してもいいんじゃね」くらいではなかろうかだから 今解散したら与党は簡単に過半数を割りそうな気がする今解散すれば過半数を割るでしょうねそして先の3補選のように立憲議員が多数当選するでしょう日本人はノンポリの方が多いですし立憲でも大丈夫と思う人もいるでしょう民主党政権の時のように自民党にお灸を据えたつもりがお灸を据えられたのは国民だったという結果になるでしょうねこれは自信を持って言い切ることができますただ 立憲民主党が単独で政権を取るのは難しい。295省選挙区中、まだ180程度しか候補を擁立していないからだ。日本維新の会と選挙区調整をして連立政権を目指すなら、そこに国民民主党や前原新党、教育無償化を実現する会なども参加するだろうから、自公を過半数割れに追い込み、衆院で主犯を取る可能性は出てくる。 まあ立憲と国民が組むことはあっても維新は無理でしょうねそれがこちら朝日新聞維新馬場代表立憲が野党第一党では日本は良くならないこれは衆議院参補選の投開票直後の4月28日馬場代表の発言録です公認候補の敗北について我が党の実力のままの結果だと思うまだまだ関西以外で小選挙区で勝つことは非常に厳しい状況だ 衆院選に向けてまた全国的に全員が原点に戻って一からの活動を積み重ねていく維新は三補選で長崎三区と東京十五区で立憲に惨敗していますので素直に力の差を認めていますね自民党が惨敗したことは国民の皆さん方の意思が反映されているということだと思う怒りは頂点に達しているような雰囲気があるこれはその通りだと思います特に自民党が唯一出馬した島根一区では 今まで自民党が負けたことのなかった地域で立憲に惨敗しましたのでこれが今解散総選挙なら全国で同じような立憲が勝つ現象が起こるのではと思いますなぜ岸田派のトップである岸田文雄自民党総裁に何の処分もないのか岸田総裁は国民と党員に判断してもらうとおっしゃっているわけですから一日も早く解散して国民と党員にその判断が正しいかどうか問うていただきたいこれはおっしゃる通りで 岸田首相は自らに処分を課さない代わりに国民と党員に判断してもらうと言われているのでこれは解散を考えているということにもなります私はいつも一部野党による内閣不信任案に対しては「夏になれば盆踊り正月前になれば餅つきをする」「そういうような恒例行事にはお付き合いできません」と申し上げてきたが今の国会の状態 岸田総理の政治改革に対する姿勢を見ると今回は恒例行事ではないと思うよく協議をして臨んでいきたいということは6月23日の会期末前に立憲が内閣不信任案を提出すれば維新は賛成するということになるでしょうそうなると岸田首相はどうするかこの内閣不信任案を理由に国民に信を問う形で解散するかもしくは与党で否決するかのどちらかになるでしょうこれは毎回立憲は解散されたら困るので いつもビクビクしながら提出していて、それを維新が恒例行事の風物詩と言って揶揄してきたわけですが、今回は賛成する可能性が高いということになります。しかし維新は先の二歩選で立憲に惨敗していて、万博の建設費高騰で勢いがなくなっており、解散すると立憲に負ける可能性が高くなりましたので、本音を言えば解散してもらいたくないはずです。なので馬場代表は以前の立憲のように虚勢を張っているような気がしますね。 今後も他党と選挙協力をすることは一切考えていない国会での立憲民主党さんの活動ぶりを毎日目の当たりにしておりあの方々が野党第一党でやっておられても日本は良くならないこれは実際の経験から申し上げていることで別に悪口を言っているわけではないですから今後もそこは厳しく指摘をさせていただくあの方々が野党第一党でやっておられても日本は良くならないとまで言われていますね これはその通りです。なので維新が立憲と組む可能性は自民と組む可能性より相当低いというのが分かりますねもはや0%と言ってもいいでしょう自民党に対してもやはり政治とお金の問題については厳しい対応をしていきたい日本維新の会は是々非々を標榜しておりその路線はこれからも変わらない変えない自民党に対して厳しい対応をするのは野党としては当然ですが注目はこの「 ぜぜひを標榜している、というところになります。ということは、自民党が政治とお金の問題を維新が満足するような対応を行えば、それは是とするということになります。そこでこちら、産経新聞、岸田首相が早期の自公合意を指示、焦点の政治改革、維新には9分通費で周波、自民党が維新に周波を送っています。岸田文雄首相、自民党総裁は6日。 南米などの歴訪から帰国した直後に皇邸で自民政治刷新本部メンバーと面会し派閥パーティー収入不記載事件を受けた政治改革への意欲をアピールしました特に必要性を強調しているのが日本維新の会が重視してきた調査研究広報滞在費旧文書通信交通滞在費の使途公開です政治改革をめぐる野党間の連携にくさびを打つ狙いも透けます ようやくこの旧分通費を首都公開するようです。ちゃっちゃとやればいいのに今までやりませんでした。これは維新がずっと言ってきたやつですよね。しかしこれが維新に協力をする材料として今生きるわけです。首相は4日夜、日本時間5日午前のブラジルでの記者会見で、6日に政治刷新本部のメンバーと面会する意向や旧分通費改革への意気込みなどに言及しました。側近は、政治改革を、 できるる限り早くやるといいいう姿勢を見せているのではないかと漏らしましたこれはわざわざ旧文通費改革に言及していることは完全に維新に対して宗派を送っているのが分かりますよね首相は帰国したその足で皇帝で政治刷新本部の法整備に関する作業部会の鈴木啓介座長大野圭太郎事務局長と面会ちなみにこの鈴木啓介座長と大野圭太郎事務局長は自民党の次世代のエースです この2人に今回重要な仕事をさせていますね。鈴木氏は記者団にいわゆる連座制など自公両党間の協議内容について報告したなるべく早く時効で合意に至れるようにと指示をいただいたと説明しましたこの2人に実績を積ませて次の大臣などを考えているのでしょうね政治改革は政治資金規正法改正のほか国会議員に月額100万円が支給される給分通費の在り方も主要テーマです 首都公開については自民内で自由に使えなくなるなどと慎重論が根強かった。しかし首相は4月24日の参院予算委員会で首都公開に向けた再費法改正についてこの国会で結論を出せるように各党と議論を行っていくと表明しました。いつまでも甘えていてはダメですよ。国民目線で言えば公開しないと理解は得られないでしょう。 旧文通費改革に踏み込んだ背景に関して閣僚経験者は政治改革をめぐる与野党協議の場で維新の協力を得たい考えもあるのではと解説野党各党が自民の政治改革案に厳しい視線を向けている中維新の主張に耳を傾けることで自陣に引き込むという戦略です維新を味方につけた方が良いですなぜなら維新は是々非でやると馬場代表が言われていたからです 維新側は首相の意気込みを高く評価している。維新関係者は、立憲民主党は、自民は政治改革に後ろ向きだ、と批判したいがために高いボールを投げ続けている。旧文通費改革を自民以上に嫌がっているのは立民だ、と主張。その上で、首相は維新と一緒に旧文通費改革を断行した後、衆院解散、総選挙に踏み切ればいい、とも語りました。ほら言った通りでしょ 維新が自民と組むと立憲を攻めることができるのですよ。これは自民と維新の共通の敵が立憲になるので両党にとって利点があるので組めるのです。そして旧文通費改革を断行した後、衆院解散総選挙に踏み切ればいいとも語っているので、選挙でも立憲を共通の敵として攻めることができるわけです。そして選挙の後、連立も考えれば良いと思います。現在自民は公明と連立をしていて、 公明は大阪で維新と戦うので連立は難しいでしょう。しかし公明が議席を大幅に減らしたり、自公で過半数割れをするようなことになれば、維新の連立入りは現実味を帯びるでしょう。さらに選挙面で考えれば、左翼陣営は立憲と共産党が組むと、東京15区で起きたように非常に強くなります。その左翼陣営と反対側の陣営は、自民や公明、維新国民賛成党、保守党などの陣営となり、 分裂している状況になります。そうなると立憲と共産党が組めば、対立する陣営が分裂しているので勝ちやすくなります。それが起きたのが東京15区なのです。そんな中でもし維新や国民が連立政権に入れば、選挙区調整をして立憲共産党に対峙できるようになるわけです。維新は親中だとの指摘もありますが、立憲共産党に勝つにはそれはベストではなくベターの選択となります。しかしそれは次の選挙の後の話です。 そこで最初の「夕刊フジの記事に戻ります先日月刊正論5月号で立憲民主党の野田佳彦元首相にインタビューしたのだが日本維新の会との連携に強い意欲を示しただけでなく代表復帰も否定しなかった筆者は野田首相で維新との連立は十分にありだと思っているもし先の参補選で立憲が負けていれば泉健太代表の更迭論が出ていたでしょうが 勝ってしまったので次の解散は泉代表で行われますそして立憲も自民と同じく9月に代表選を控えているのでしばらく交代は無理でしょうさらに野田氏がいくら日本維新の会との連携に強い意欲を示しても維新が嫌がっているので現状では無理でしょうなので立憲は共産党と組むか国民民主党と組むかの2択しかありませんだが立位連立の最大のネックは安全保障とエネルギーという基本政策の違いだ 民主党政権はこれで失敗したのでどちらかが政策変更しないと連携は無理だと思う維新の安全保障政策とエネルギー政策は自民党とほぼ同じで立憲の安全保障政策は防衛力増強反対でエネルギー政策は反原発ですから話になりませんそれを考えても立憲は共産党と組めるので何でもありですが維新の方は絶対に無理でしょうねもう一つ今回3補選で立憲民主党の候補は いずれも共産党の支援を得た日本維新の会と組むなら共産党は切らねばならないそれができるのかできないでしょうね立憲はバックの連合から共産党と組むなと言われたのに組んだのですよこれは三保線に限ると言われていましたがそんなことを共産党が許すはずがありませんつまり立憲は覚醒剤を打ったようなもので一度頼ると立つことができなくなりますむしろ今回の三補選で立憲は勝ったように見えますが 将来は共産党との関係で立憲が分裂する可能性すらあるのでそれを考えると負けた可能性があります自民党も絶対に黙って見てはいない選挙で負けたとしても負けたなりに政権維持を狙ってくる自民党にはそういうしぶとさがある自公で過半数を割ったら連立を組み替えればいいのだ国民民主党とは麻生太郎副総裁が日本維新の会とは菅義偉元首相が窓口になっている特に 安倍さんは会見のやるやる詐欺だと詐欺師扱いして自民党を必死に叩いている団体がいますが自民党を舐めないでいただきたいものですこういった連立を組み替えもできますしさらに言えば9月に総裁選がありますのでもし総裁が交代になれば自民党の雰囲気がガラッと変わりますこれは政権内での政権交代と呼ばれていますのでこれも自民党の強みになりますさらに現在憲法改正ですが自民公明維新国民の4党と 無所属の有志の会の1会派で3分の2の議席が確保できるので、この4党1会派で協力をして立憲共産党を除いて憲法改正を本気でやろうとしています。これは私の、こちらの動画でも紹介しましたが、憲法改正を大義に解散をやるとどうなるか。まさしく立憲と共産党がピンチに追い込まれ、改憲派の4党1会派が勝つということになります。今本当に憲法改正の実現が目の前まで来ている状況です。 小さく負けたら相手は国民民主党だがどうやら大きく負けそうなので相手は日本維新の会だろうこちらは基本政策が大きく違わないので連立協議もさほど難しくないあとは大阪で維新と戦う公明党がどう言うかだけでしょうねこれも次の選挙結果次第でしょう公明党は自公が過半数割れすれば維新の連立入りはやむを得なくなり公明党の連立における影響力が低減していくでしょう 総価学会も高齢化で選挙を戦えるのがあと2、3回ではないかと言われていますので、これも時代の流れでしょうね。結論を言うと、自民党は相当厳しい状況で、選挙をすれば自公による政権継続は難しい。その場合、第1党は多分、自民党だが、立憲民主党かもしれない。第3党が日本維新の会。日本は三大政党制。もしくは、 2> 2. 大政党制にななるのではないか先ほど説明したように左翼の立憲共産党と対峙する政党が分裂しているので自公は維新と国民で連立を組んだ方が日本のために良いと思いますそうなってもらいたいものですそして自民党と立憲民主党が日本維新の会を取り合うことになる菅義偉野田義彦の両元首相がその場合のキーマンとなる筆者は 日本維新の会は最終的に自民党を連立相手に選ぶのではないかと見ているが。まあ維新は立憲と組むことはありえませんので。そうなるとキーになるのが菅前首相でしょう。となると次の解散総選挙後には、菅さんが推す議員が閣内に入ったり、党役員になるでしょうね。そこでこちら。デイリー、田崎志郎氏。立憲民主への政権交代世論。どんな政策僕でもすぐ答えられない。期待感、別にない。 民主茨色県の09年とと、は違うと非常に面白い解説が見れます。政治評論家の田崎史郎氏が7日 TBS 昼帯に出演。番組ではゴールデンウィーク中に行われた JNN 電話世論調査の内閣支持率などの結果が紹介され衆院3補選で惨敗するなど自民党が苦境を迎える中で次期衆院選後の政権に関する質問で自公政権の継続34%。 2%増を立憲などによる政権交代48% 6%増が上回ったと紹介されました皆さん立憲などによる政権交代が48%と約半数だそうです立憲に期待をしているのでしょうか番組で驚きの数字として取り上げられ民主党が政権奪取した2009年は自民と民主の支持率喫行が続いていたと説明されました田崎氏は 現在は自民党批判が強く出ていると分析し09年を当時の民主党に対する期待感は相当強かったと指摘公表したマニフェストの内容をバラ色の世界を描いたと表しましたありましたねこのマニフェスト高速道路無償化とか一つも実現しませんでしたねそして鳩山さんのトラストミーで日米同盟が最悪になったこともありましたねさらにカンナオ政権で再エネ付課金を作った法律が 今でも電気代高騰の要因とししてて苦しめられています一方で現在をマニフェストを争うように手にしたそういうものが今立憲民主党にないということですと指摘しましたいつも国会では「週刊文春」の記事を手にした蓮舫氏が生き生きと追及しているぐらいで立憲の政策が一つも頭に浮かびません立憲民主党が今どういう政策をやろうとしているのか僕でもすぐ答えられないですよ 何か期待を抱かせるものを打ち出しているかというと別にありませんので自民党批判は相当強いけれども立憲民主党に対する期待感が全然違うと思いますと語りました笑ってしまいました何か期待を抱かせるものを打ち出しているかというと別にないそうですまだ政権交代した時の方がインチキながらも政策を掲げていたということでしょう今はそれすらないということになります 今の仕事は週刊文春をもとに国会で追求するのが仕事です。これは他の政党も同じで、他党を批判したからといって自党の評価が上がることではないことになります。その行き着く先が立憲なのです。そこでこちら、朝日新聞。それは維新も同じでした。維新、立憲叩き失敗。保守層狙いも有権者には刺さらない。28日投開票の衆院参補欠選挙で、 日本維新の会は候補を擁立した東京15区、長崎3区で共に立憲民主党に敗れました。次期衆院選では野党第1党の獲得を目標に掲げるが、政権批判票の受け皿にはなりきれていないことが明らかとなりました。両選挙区では自民党が候補擁立を見送ったことから、維新はこれまで自民支持だった保守層に狙いを定めた選挙戦を展開しました。そのため、 ババ氏は街頭演説で立憲民主党を叩き潰す共産党は日本にいらないなどと立憲や立憲候補を支援する共産への攻撃を繰り返しました自民党は他党を批判しませんからなので自民支持層は立憲や共産党を攻撃する維新に違和感を覚えたのでしょうねなので維新は立憲に惨敗したという弱みがあり自民と組んで立憲に対峙することも考えられるわけですということで 自民党と維新が接近してきたということがお分かりいただけたと思いますので今後はこの両党の動きにも注目していきますまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントもよろしければお願いしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました